Kuma Fishing Club。 龍ヶ岳周辺堤防釣り場情報。今回は8カ所の堤防を紹介します。まずは小屋や河内港です。こちらの堤防の外向きはほとんどテトラが入っています。テトラからの釣りは十分に注意して釣りしてください。先端が堤防も広くて釣りがしやすいです。内側でも小物釣りができます。駐車場も広いですし、夜のアジゴ釣りもいいです。トイレもあったと思いますが、定かではありません。釣れる魚は、続きましては、オードコウ東側堤防です。こちらも外向きは、テトラが入っています。テトラからは注意が必要です。先端で釣りするのが一番いいです。内側でもアジゴ釣りはいいです。釣れる魚は次はオードコウです。こちらは先端が一番釣りがしやすいです。手前から真ん中いまではテトラがないのでチヌ釣りにはいいです。
港の内側ではアジゴ釣りが盛んです。お子さんにも安全です。駐車場も広くて、トイレもあるので安心です。釣れる魚は、次は大渡湖、東側堤防です。こちらは、魚種も豊富で、釣り人にも人気です。堤防自体が長くて、たくさんの人が釣りできます。外向きで釣る場合は、堤防に上がっての釣りになるので、注意が必要です。ここは流れが速くなる時もあるので、潮止まり前後が期待できます。釣れる魚は、次は、最も人気の高い、カラアジドの堤防です。ここはいろんな魚がいますが、難しい釣り場です。初心者の方は、内側で釣りするのをおすすめします。外側は中級者や上級者向けです。流れが速くて、釣りにならないこともたびたびです。南側の堤防はかなり高いので、注意が必要です。西側も高いですが、南側ほど高くないです。ここはトイレがないので、大渡湖か、赤崎まで行かないとありません。釣れる魚は、次は池の裏、堤防です。ここもいい釣り場なのですが、駐車場がないので、遠くから歩いてこなければなりません。Thank you.
道路も狭いので、車で移動するときは注意してください。桟橋もありますが、釣り禁止になっているので、守りましょう。釣れる魚は、次は、葛崎堤防です。ここは、駐車場もあり、堤防自体広いのでいいです。家族での釣りにはいいです。魚種はあまり期待できません。秋と春先にチヌが狙えますが、メータサイズです。ここはほとんど潮が動きません。たまに動いた時が地合いになります。トイレはないので、赤崎まで行くことになります。釣れる魚は、最後は赤崎堤防です。ここは漁船が多いので、駐車場は邪魔にならないようにしましょう。駐車禁止の場所もあるので、守りましょう。漁師さんや、車の出入りがあるので、注意してください。西側の堤防が人の出入りが少ないので、おすすめします。釣れる魚は、今回はちょっと長くなりましたが、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もお待ちしています。